あの子が戦死したなんて私は信じておりません。満州の牡丹港に近い馬頭石で神事の部隊が行軍中、敵の戦車に遭遇した。12人はちりぢりに身を伏せた。神事はドブの中へ飛び込んだ。それっきりあとはわからないと知りました。でも敵団に倒れたとかはっきりしていれば諦めもつきますが、このままでは思い切れない。それがどうでございましょう。8月15日の午後3時半ごろだとは。その日こそ終戦の日なのでございます。たった一人の愛しい女、国に捧げた命でも戦終われば母の手に返してください。どうぞ返してください。親の身で我が子の生き死にもわからないこんなむごいことがあるのでしょうか。と言ってあの子が死んだとはなんで思えよ。母としてせめてお金があったなら、この願それの港名ほとかの空へ向かって声上げて、母さんの胸にすがっておくれよと呼んで叫んで、その日まで生きて行きとございます。空を飛び行く鳥でさえきっと帰ってくるもの。今頃どうしているでしょう。
雪と風のシベリアは寒かろう、つらかっただろうと命の限り抱きしめて温めてやりたい。悲願十年この祈り、神様だけが知っている流れる雲より風よりも辛い定めの辛い定めの末ひとつ、ああ風よ心あらば伝えてよ、愛しを待ちて今日もまた怒涛砕くる岸壁に立つ母の姿を。